完式の空母に改造したもの。艦名はイタリア語で、ハイタカの意味で、偵察官、スパルビエローに続き、イタリアの艦艇としては2代目。当初の艦名は、ファルコが予定されていたが、スパルビエロと改名された。未完成のままイタリア降伏を迎えて、ドイツ軍に接収された。1944年10月5日、ジェノバ港で閉塞船として自陳した。 本館の前身である客船、アウグストゥス1920年代中盤、イタリアは、大西洋航路用に3万トン級暇客船のローマとアウグストゥスを建造した。2隻は、姉妹船であったが、ローマは蒸気タービンを、アウグストゥスはディーゼル機関を搭載した。速力では、ローマが混ざっていたが、経済性では、アウグストゥスの方が高成績を収めた。 本艦は1926年12月13日に浸水し、1927年11月より、イタリアから南アメリカの航路で収益していた。1930年代後半、イタリア王立海軍が本艦を購入し、ジェノバ海軍造船所で航空母艦に改造する計画があった。1936年に立案されたものの、当時は実施されなかった。 地中海やイタリア本国の地形に鑑み、イタリアは空軍の地上基地部隊を重要視しており、航空母艦は一隻も保有していなかった。1940年6月10日、イタリア王国は数軸国側として第二次世界大戦に加わった。地中海攻防戦勃発時、ローマとアウグストゥスはジェノバ港に係留されていた。 地中海戦域では、イギリス海軍の空母が活躍し、イタリア軍に脅威を与えていた。1940年11月11日深夜、たった一隻の英空母と搭載機の奇襲により、タラント港停泊中のイタリア海軍主力艦が大損害を受けた。空母の重要性を思い知らされたイタリア軍は、航空母艦の建造計画を進めた。船ローマが、 ジェノバのアンサルド社で空母に改造され、アキラと改名された。建造中止になったドイツ海軍のグラーフ・ツェッペリンから、資材やカタパルトなどの航空偽装が転用されたが、徹底な空母改造工事だったこと、イタリアに空母建造の経験がなかったことが災いし、アキラの完成時期は伸びるばかりだった。そこでアキラの空母改造と並行し、 姉妹艦アウグストゥスを簡易式空母に改造することにした。建造計画は1942年5月頃に決定し、同年後半からアンサルド社にて工事に着手した。同時期にアンサルド社で客船から航空母艦へと改装されていた姉妹船アキラは、機関の換装と船体の形状を改変する大規模改造工事を行っていた。 これに対し工事完成を急いだスパルビエロは、客船時代の構造を色濃く残していた。改装の内容は、客船としての上部構造物を撤去し、格納庫と飛行甲板を増設した。208メートルの全長で、長さ140メートルの格納庫を設け、最前部には環境を配置していた。日本海軍の軽空母や、大改造前の赤木や加賀と同様の、 いわゆるフラッシュデッキ型である。格納庫には34機の戦闘機か16機の戦闘機と9機の爆撃機もしくは来撃機を搭載する計画であった。格納庫の上部がそのまま飛行甲板となり、関西機は飛行甲板の前後の2箇所に設けられたエレベーターで運用された。このエレベーターは少しでも発艦スペースを増やすために、 飛行機の形に合わせて十字架型をしていた。黎明期のイギリス空母で見られたような複雑な構造であり、アキラでも採用していない。飛行甲板の形状は特徴的だった。全部から艦首までの約46メートルの長さで、幅は狭い5メートルという八艦甲板が貫種甲板上に設けられており、合計で、 約183メートルの飛行艦艦長となる計算であった。機関も、アキラのように乾燥せず、客船時代のサボヤマン式ディーゼル機関8機4、軸推進のままとされた。指揮官がディーゼルであったために肺炎は蒸気機関よりも単純でよく、煙樹は、船体中央で左右に分かれ、飛行艦艦直下の細身の排気管から、両原部に排出された。 戦隊水面下には機関を防御するために、機関区の長さいっぱいにバルジが装着された。火客船時代の最大速度は20ノットだったが、バルジの装着で水中抵抗が増し、さらに低速になった可能性が高い。イタリア海軍の空母建造計画は、泥縄式で搭載機についても、不明瞭な点が多い。アメリカ海軍や日本海軍のように独自の艦上機を、 開発することは不可能であり、陸上機を改造して空母に搭載する予定だった。まずフィアット社が開発した戦闘機の G50 を艦上爆撃機に改造する方針であった。福坂主翼の大型化、脚部の強化、着艦装置増設などの改造が行われ、合計 320kg の爆弾を搭載する予定だった。たが 重量の大幅増加に対してエンジンは強化されず、性能悪化は避けられなかった。戦闘爆撃機となった G50 は、G50 ビス、A と呼ばれたが、搭載予定空母の完成見通しが立たず、試作機段階で終わった。レジャーネ社の短座戦闘機2001も、艦上戦闘機、または、艦上爆撃機とする計画があった。 さらに艦上攻撃機も開発する方針を固めていた。福坂や攻撃機としての改造を行っても g 5 0ース a より高性能であったが、搭載予定空母の完成見通しが立たず、計画は自然消滅した。武装は1 5 2トル速射砲6機、1 0 2トル速射砲4機、機重小数というものであったが、 建造途中に 13.5cm 両養砲8機、6.5cm 広角砲12機、2cm 機銃多数へと、大幅に、対空火力が強化された。1942年9月より、ジェノバのアンサルド造船所で改装を開始、1943年3月頃までに、上部構造物を撤去した。この頃までにイタリアは、 北アフリカ戦線で敗北し、ベニート・ムッソリーニのファシズム体制も揺らいでいた。空母を建造する理由がなくなり、アキラとスパルビエロの工事は中止された。9月8日、イタリア王国は連合軍に降伏し、これを認めないドイツが傀儡国のイタリア社会共和国を樹立した。ジェノバ港で放置されていたアキラとスパルビエロは、ドイツ軍に接収された。 1944年10月5日、スパルビエロは連合軍のジェノバ港侵入を防ぐために閉塞船として沈められた。第二次世界大戦終結後、スパルビエロは1947年に扶養され、1951年除籍となった。ありがとうございます。